逃げ切りました。怖かったですね。さあ気を取り直してニュージーランドへ向かいましょう。ここはワイトモ洞窟。皆さんにはこれから洞窟の中を探検していただきます。この洞窟、中ほどに行くと天井いっぱいに土ぼたれが揺らめいていてとっても美しいんですよ。中は暗くて危ないので気をつけてくださいね。それでは神秘的な洞窟の旅を心ゆくまでお楽しみください。
明かりの漏れを思い出すぞわめきと今手にしていた鍵で自分が何を起こせる悲しみでも